皆さんこんにちは。これはプログラミングチャレンジ第9回幾何第3部円と三角形です。じゃあ早速いきましょう。まあ円と考えるとデータ構造として、あの中心点 C と半径 R で、まあ十分の情報となりますですね。まあ円の定義が今みんな知ってると思うんですけど、あの XY 点でx-a の2乗プラス y-b の2乗が、あと反転の2乗より小さいです。a と b が c のあと xy ということですね。まあ、この計算にすると、まあ、スクワールト取れないと、あと、丸目誤差が広がらない。例えば、なんか、まあ、こう、あと、スクワールト計算しないの、あと、円の中の外の件数がこんな感じとなります。で、円考えると、まあ、いろいろな言葉が出てきますので、ちょっとこれをレビューすると、あの、まあ、半径があるですね。なんかこの、っていうことで。で、あとは長径があるの2乗ってことですね。シーコンフェレンスが2のかける π かける半径。これはなんかさ、あと、この円の周りの線となります。で、π が、たまに課題から、この π を使ってくださいという情報、という情報が入っているか、それとも、まあ、前の、ビデオで説明したの、π イコール2かける、あ、ここ sin of 0ですね。あとは、よくあるのは、なんかその、円の一部だけ、なんか、ケーキのスライスとして考えるとき、この中身の角度、α、定義があると、アークが考えられます。アークがその円のアルファの一部だけです。で、アークの、アークのサイズが、R、なんか半径かけるアルファ、または半径かけるアルファ割り302の、まあ、ディグリーで来る場合。ディグリーで来る場合、アルファはハーディアンで変更するってことが多いですよね。あと、セクタがこの面積ですね。アルファに囲まれている面積となります。で、セルフ、セクタルはアルファかける、R の2乗割り2ですね。あと、よくあるのは、あの、高度と、まあ、円の弦っていうことですね。円の弦と、このセグメント。セグメントが、アークと、前のアークと、円の弦の間の面積となります。ですね。その高度が、まあ、線分が、で、この線分の、ポイントが円のにあります。ですね。この高度の P1 と P2 と中身のセンターをしていると、あの、まあ、角度が計算することができます。どうやって計算するかというと、まあ、この、前の、線分と線分の角度の関数が前のビデオで説明しましたですね。で、まあ、中身の角度 α と R、あと半径の R を知っていると、高度のサイズが分かることができます。これは、あの、P1 と P2 の間ですね。なんか、P1 と P2 のセグメントのサイズが 2×R×sin の α 割り2ですね。じゃあ、これはちょっと考えてみてください。線が ABC の線と、サークルの、中心点の C と半径の R があると、P1 と P2 はどうやって計算できますか？ですね。これはなんか、あの、前の、線とポイントの距離とか、そして、あと、なんかその、その関数で多分これは計算ができると思いますので、ぜひちょっとこれ考えてみてください。あと、P1 と P2 と半径がしてると、アルファと C を知らない場合ですね。この次のページのコードで、C とアルファを計算することができます。ですね。P1 と P2 があって、で、そのサークルの半径がある。じゃあ、あとセンター点がどう見つけるのかですね。まあ、P1 と P2 と半径がある。で、正を返す。で、まず D2 を計算してですね。D2 が、P1 と P2 の距離。
ですね、見ての通りです。で、半径かける半径割り D2 がデタミナント、サークルのデタミナントになって、で、このデタミナントが0より小さければ、あと、まあ、サークルにならないっていうことですね。サークル0ではなければ、じゃあまず H を計算して、センターの X がこの式になります。で、センターの Y がこの式になります。ですね。まあ実際には、あの、センターが2つがあるのでですね。それをすると、なんか P 値と B 値を逆にして同じ関数が、呼ぶこと、呼べればってことですね。じゃあ、次は三角形で考えると、この課題を見てください。ここは、まあ、今週の課題となります。ですね。あと、ソイヤミルクが、入力が、この、まあ、このミルクの箱があって、で、このミルクの箱を斜めにすると、どれぐらい牛乳が、出るのかを計算してください。で、入力としては、まあ、この L と、この H ですね。あと、なんか、あと、深さですね。あと、この角度。で、知りたいのは、こちらの黄色の面積です。まあ、この黄色の面積を計算するのは、実は、なんか、白いの面積を計算して、で、L×H×W マイナス白いの面積で、あの、黄色の面積となります。あとは、なんか、L と H と W の面積、まあ、ボリュームを計算して、で、その、あの、白の面積を、あと、それをマイナスにすることですね。で、これを考えると、まあ、あの、次の、あの、角度について、なんか、これはなんか角度と角度の関係ですよね。ここが、なんか必ず90度とかであるとしてるし、あと、この角度と、この角度との関係があるとか、この角度とこの角度との関係があるのか、考えると、この問題が計算ができます。あと、もう一つ今週の課題の、バウンディングボックス。バウンディングボックスは結構面白い、課題です。バウンディングボックスが、ちょっと話が長いなんですけど、アイディアとしては、レギュラー、ポリゴンがあります。で、そのレギュラーポリゴンが、なんか、あの、回ってる可能性があります。なんか、あと、その、ローテーションする可能性があります。で、知りたいのは、このポリゴン、ローテーションしてるかもしれないのポリゴンに対しては、この周りの一番小さいな四角形の面積を計算してください。まあ、あの、このポリゴン全てであれば、これは結構簡単ですよね。なんか、あの、このポリゴンの、なんか定義する点の最大の x と最小の x、最大の y と最小の y を計算するだけで、あの、四角形のサイズを、計算することができます。ですね。ただし、このポリゴンのすべての、濃度ではなく、3つだけのポイントが出てきます。どのポイントが出てくるかわからないけど、3つだけのポイントが出てきます。で、その3つのポイントと、N、なんかポリゴンの、線分の数によっては、なんかその他のポイントを計算しないといけない。ですね。まあ、レギュラーポリゴンだから、一つの特徴が、これのすべての角度が360度になりますので、その情報を使って、この3つのポイントから、すべてのポイントを計算してみてください。ですね。これ結構、なんか、面白い問題なので、あの、ぜひ、あの、手で、計算してから、あと、これを計算しましょう。まあ、この2つの課題を計算するために、
次紹介する関数が便利でしょう。まずは、三角形についてですね。あの三角形の あの不等式が、まあ、これがありますね。三角形 ABC が三角形であれば、A と B のサイズが、ABC はなんかその三角形の、線分ですね。A プラス B のサイズが C より大きい。A プラス C のサイズが B より大きい。B プラス C のサイズは A より大きい。これを知っていると、なんか ABC が三角形であるかどうかを判定ができます。あとは、三角形の周りのペリメータが、あと A プラス B プラス C。で、S が P の割に。S は後で使いますので、これを知っていると便利ですね。三角形の面積が B かける H。H がなんか B の高さ。B からなんかその、A と C の角度の高さです。でも、なんかこの H がない面積がこのフォーミュラでしてます。三角形の面積が S、さっきの S ですね。S かける S マイナス H マイナス A かける S マイナス B かける S マイナス C のスクエアルートです。これは A と B と C だけで三角形の面積を計算することができます。あと、前の問題に役に立つの、内接円と外接円についてお話しします。内接円か何かというと、三角形の中に一番大きく描ける円となります。ですね。この一番大きく描ける円のいくつかの特徴があります。一つの特徴が、その円とそれぞれの三角形の線分で、その90度の角度とあります。あと、その円の中心部が、三角形のそれぞれの角度の、角の二分分線となりますね。これは、アルファの二分分線と、ベータの二分分線と、ガマの二分分線。で、その三つの二分分線の調査点が、その内接円の中心となります。ですので、なんか、三角形があるときに内接円の中心を計算する関数がこれとなります。ですね。まず、AB と BC と CA が、で、その、あと、なんか、内接円の半径が、AB、なんか三角形の面積割り 0×5 の三角形のペリメーターです。ですね。まあ、これ結構面白い関係。で、あともう一つの計算のやり方は、ダブル。R インサークル、R インサークル、ディスタンス AB、ディスタンス AB。あ、まあ、この3つのポイントですよね。で、この、あと、次は、なんかその、内接円の、中心点を計算したいときですね。P1、P2、P3 が三角形のポイントで、で、これがセンター、内接円の中心点と内接円の半径。まず、本当にこれは三角形であるかどうかをテストしないといけない。ですよね。半径が0であれば、あと、この3つの点が共線の点となります。まあ、共線の点となりますですね。共線の点でなければ、じゃあ、L1 と L2 の、角の二分分線、二等分線を計算します。ですね。まず、このレーシオを計算します。レーシオが P1 と P2 の距離と P1 と P3 の距離の割ですね。で、この P が、P2 のトランスレート。これはなんか、二等分線を計算します。で、これは、二つ目の二分等線を計算します。で、この二つの線の、交差点が、内接円の中心分点となります。じゃあ内接円じゃなくて、外接円ですね。外接円が、その、ある三角形に対して、その三角形の周りの一番小さな、
その三角形の外の一番小さな円となります。で、外接円、シークンサークルの、なんていう、特徴としてにすると、その内接、外接円の中心点が、それぞれのサイドの、二分で、つまり、垂直の二等分線となりますですね。これは半、なんかこの分線分の半分半分と、この線分の半分半分と、この線分の半分半分が、この三つの、交差点が、外接円の中心部となりますですね。外接円の半径が、このかん、これで考えます。A 割り sin of alpha と B 割り sin of beta。これは、半径の二等となります。で、外接円を計算するときに、こういうふうな、A の真ん中のペペンディクラ線と B の真ん中のペペンディクラ線、C の真ん中のペペンディクラ線の、この2つを、この3つの中の2つを計算して、調査点を計算します。前の関数と結構似ているような関数となります。では、このビデオがここまでです。最後がポリゴンとコンベックスフォルムについて説明します。